の返事はいつくれる罪な人だよおとみちゃんみんな揃って踏みたけぞっこんまいっているものをでさいつまで気をもますちょっと教えてあげましょうかえっへんまずまず第一に煮ても焼いても食われないとっても心度の強い方それじゃ私だこまものやあれやこれやで気が移るそれじゃおでかな米やだよいいえまだまだ七分ずきしめたしめしめすみませんあっしに決まった乾物やなんぼなんでも嫌なこと恋の干物はござんせんあのおすみやいやよてさか嫌いお聞きください旦那方女の惚れるはまことの男まがいものではいけません顔を洗って出直しなさい二足三文投げ売りのお顔それにニョキニョキニキビズラ大きいの毒様またおいでウェイウェイおとみちゃん僕は若い殿様家来ども喜べ今日も得意どっさり買った掘り出し物だよ大町の空僕の空憧れの夢の宝胸に抱けばにやりといつかこぼれるこの笑顔おろ水差し茶入れにこの肉貢献類から人が骨董みんな本物掘り出し物じゃ世の鑑識官は大名芸ではないぜあれれれれれ街を行けばまばゆい青春の花園すごいシャンダ見目よい宝掘り出し物だよ若い者僕の夢黒髪の甘い香り可愛い乙女一目でとろりあの子に参っちゃったあ、ご屋敷のほどおされでございますであろうがな誰か札を入れてまいれあ あ、いい天気だなやっと晴れたわこれで傘も乾くでしょああ傘の乾かないのは構わないが花の下の日上がるのは困るからの本当にお父様の骨董着替えに困ってしまうわ雨が続けばミスミス困るの分かってるのに怪しげな骨董品を買い込んだりしてさこら
怪しげなとは何じゃ。骨董にかけてわしはなかなか目が高いんだぞ。わしはな、その何じゃ、お前の嫁の費用を貯めておくつもりで買い込んどるんじゃ。まあバカバカしい。誰があんなに即産もの骨董なんか買ってくれる人があるもんですか。ねえお父様。うん。私お嫁入りの費用なんか欲しかないけど、せめて毎日のお米代にほどかかさないようにしてほしいわ。だって耳こわしでお腹が膨れないんですもの。米の飯なら誰も食う、たまにゃふんわり麦焦がし、粋なもんだよ食ってみな、腹が減るから腹が立つ。あれが全く許せない。私たくさんお父様聞いただけでも胸焦がし、胸がムカつく嫌なもの。こんな香ばしい奴が嫌いとは、さてさて不憫なものじゃって。色もとりどり咲いている春さん、いいご機嫌だね。ないわよ。私怒ってんのよ。え？どうしてさ、天気はいいし、傘は買う、金にはなるし。何が不足で怒ってるんだよ。だって、私がいくら稼いだって、お父さんが怪しげな骨董師にみんなつぎ込んじゃうんですもん。いいじゃないか。人間誰だって一つぐらいの道楽はあるもんだぜ。チェ。そのうちに、大した掘り出し物するかもしれないよ。私そんな夢みたいなこと大嫌い。私もうこんな傘張りなんか嫌になってしまったのよ。だって世の中にはこの傘差して遊び暮らしてる人だっているんですもの。とかく世の中ってこうしたもんらしいよ。とかく浮世はままならぬ、日傘差す人作る人ってね。自分歌ってたじゃないか。嫌い。浅井さんそんなのんきな了見だから、お金にもならない木刀削りなんかしてられんのよ。あ、これは失礼。だがね、おはるさん、お父さんのこと悪く思っちゃいけないよ。いい人だからね、あれは。知らない。おかげで毎日麦焦がしばっかり食べさせられてるわ。まあ、あんたなんかに若い女の人の気持ちなんか分かりっこないんだから、早く言ってきたよ。はいはい。先生、こんにちは。いや、お嬢さんどうしたんですか。近頃はよく見えますな。え、お父さんお見舞いに来るんですの。あ、そうですか。それはそれは親孝行なことで。いや、お見それ申しました。あら、そんなこと当たり前じゃございません。さあ、その当たり前のことは当節はなかなか行われませんでな。近頃の若い娘というものはとかく行動の本気を忘れ。うん。ですな。とかく浮世はままならぬ、日傘差す人作る人の。まあいい文句ね。歌の文句になるじゃありませんか。とかく浮世はままならぬ。いいわ
いかがでございましょう。あら、誰が売るって言いまして。でも、どうせお金になさるんでしょ。私どもでは交流はいたしませんの。え、ほう、交流はしないんですって。いいえ、何であろうと私が気に入ったんだから、10両でも20両でも星だけ出しておあげなさい。へえ、20両でも30両でも売り出すことはできません。ま、何です。なんです、そどかさん、あなたは占うと言い張るの。お気の毒様、占いと一度言ったら売りませぬ。買うわ、売らないわ。買うわよ、売らないわよ。なんてあなたは強情者、とっても生意気へそ曲がり。口はへの字で、あなたこそへその曲がったヒステリー。へその問題については大いに論じてください。春の日は長いですからな。では、ごめん。冷蔵様。お、お懐かしゅうございます。藤尾殿、どうしてこんなところへ。ほれほれ、何も恥ずかしがることはないじゃないか。親も許した稲月じゃないか。そらほら、よりよりもっとより。抱きつけ抱きつけ。来るじゃないか。まあ、お父さんたら、私、お父さんを見舞いに来てあげてんじゃないの。おや、そうだったのかい。わしはまた、あの若い先生の顔を見に来るんだとばっかり思っていたよ。ん？何さ、その日暮らしの浪人なんか。ほう、今日はまただいぶ傾きが荒いんだな。私なんか、立派なお武家さんだって、今だって向こうにしようと思えばできるんだから。そりゃ無理ですよ、嬢さん。何さ。大名の奥方って。え、そりゃ無理です。え、三吉、お前は私が大名の奥方になれないとでも言うのか。いえ、別に。そりゃ大名だって物好きなのはいますからね。三吉、ごめん。はい。拙者こそは峰沢丹波の神の家来、松田松助と申す者。お、あなたです。いや、あなたです。いや、その、実は、本日あなたが我が君のお目に留まり、その…え、では、殿様が私を。奥方ってわけですか。さあ、それがその、奥方と申すわけには参りませんが、つまりその、なんですな、おそば勤めとでも申しましょうか。まあ、失礼な。お流れなんて、私は日本橋の川越の娘ですよ。峰沢丹波の神なんて聞いたこともないわ。お方、インチキ大名なんでしょ。これはけしから、我が君を捕らえて、インチキと。インチキだからインチキと言ったのよ。さっさとお帰り。そんな無茶な。お帰りったら。とかく浮世はままならぬ、日がささす人作る人。当人の娘と大名ではな。俗に言うではないかいな。釣り合うのが縁のもとってね。そこで提灯釣り金さ、釣り金さ。バカ。はい、いて、いて。すんません、すんません、すんません。もらってくれるか、くれないのか、他のことは聞きとうない。それを聞かせてもらおう。と申しましても、お十夜のようにそう請求に申されました。何が請求だ。請求なことはあるものか。大体そっちと藤尾との言い名付けのことは、そっちの亡くなった父親とわしとが固く約束をしたのじゃ。は、
それがどうも甚だ迷惑。何が迷惑じゃ。いやな、決して迷惑ではございませんが、迷惑ではございませんが、何分その何が何分じゃ。迷惑でなければ明日にでも式を挙げよう。よいな。いや、今度は逃がさんぞ。おじい、しばらく。しばらくもクソもない。これじゃ。一人はいつがよいかな。ほほう。これはなかなか猛進撃じゃ。おはる。お前の強敵が現れたの。私、浅井さんなんかなんでもないわ。隠すな、隠すな。お父さんはな、むいこがしばかり食べていても、骨董はされて鍛えた眼鏡じゃ。目利きにめったに狂いはないはずじゃ。あんなこと言ってるわ。お父さんよく知っとるぞ。志村さん。お茶を沸いていませんか。ああ、どうぞ、どうさあ、どう。なんか、おめでたの話のようですな。弱ってんですわ。嘘つき。別に女が嫌いってわけじゃないんですがね、かみしもつけて昔の暮らしに帰るのが嫌なんですよ。あら、そうですか。へい。さっきはいいところを見せていただきました。ありがとうございました。いえ、何、お礼には及びません。まあ、お待ちかねでしょ。早く持ってっておあげなさい。麦こがしもありますよ。どうもありがとう。あ、いやいや。あのことばっかり言ってもあささんとたさと思ってくれるの。おはる、お前もちょっことやるよな。お父さん嫌い。そうかそうか、ああそうか、あさみさんも嫌いか。一人は決まった。返事をせえ、返事を。話半ばに座を立つやつがあるか。お茶を入れるんですよ。どうです、むいくわしを一杯。そんなもの呼ばれに来たんじゃないよ。藤をいつもらってくれるのだ。返事を聞こう。は、生かす。返事、返事じゃ。はあ、お父様、そんなに押しつけがましくおっしゃっては。お黙んなさい。あんなにせいてわしをここへ引っ張ってきたのは誰じゃ。でも、これはなかなか深刻じゃ。あ、どうやら雲行きが怪しいなってきやったぞ。わしも少々心配になってきよったわい。あ、雨。お父さん、雨。雲行きが悪いわい、雲行きが。何してんの、雨が降ってきたのよ。やかましい、黙っとれ。雨。え、なんか言ったか。雨。あ、雨だ。お母さん、手伝うぜ。余計なお世話へ、ほっといてちょうだい。ほっといたら商売道具台無しじゃないか。ほっといてちょうだい。また向こうは食いたいのか。手伝うのは黙って手伝えばいいじゃない。はいはい。まあ、お父様、あんなに仲良くくっついて話してるわ。おお、くっから。あ、なんだ、通り雨か。うん、通り雨だったわね。うん。火曜恋
ダメであったか。どうも折り合いが難しいございます。さようか。是非もない。骨董品を掘り出すようなわけには参らぬわい。恐れ入ります。うん、よいよい。ところで松田、この鼓を見。はお、これはお見事な鼓。うん、偉い。それなるはその昔、静か御前が所有せし初音の鼓じゃ。ああ、静か御前。お前も殿には永遠の庭を拝し執着。いやいやいや、堅苦しいことを申すな。万右衛門、そちにこれがわかるか。はは、恐ろしく汚い笛でございまするな。情けないやつじゃ。目のないやつにかかってはかなんわい。それ、あ、おは、これこそは、これこそは一の谷の戦いに時に源氏の我が武者いてして敗れし平家のロマンス。哀れ平家の金立ちが今宵限りと浮き死名残ぞ、ああああああ、青葉の笛よ。青葉の花もつぼみの美少年、ああ、無冠の太夫あつ森が哀れゆかしき夢がたみ。大層な笛で、いや、何、風流というものはむさ苦しいものでございまするな。情けないやつじゃ。よし、今度は道八茶碗じゃ。さてさてさて、この茶碗、ちゃんちゃん茶碗とでも響く。道八茶碗は日本一じゃ。見たか聞いたか聞いたか見たか、塗った薬の色といい、艶は色よし値よし、腰の丸みのほどの良さ。さてさてさて、この茶碗、さても天下の一品じゃ。どうじゃ、百両は安いじゃな。百両。さてさてさて、この茶碗、ちゃんちゃん茶碗と音も響き。道八茶碗は日本一じゃ。見たか聞いたか聞いたか見たか、塗った薬の色といい、艶は色よし値よし、腰の丸みのほどのよさ。さてさてさて、この茶碗、さても天下の一品じゃ。うん、買った。いくらじゃ。一両。足らん。欲しいがちと足らん。いくら足りませんので。一分。そこは長年のおなじみがいに、一分が損しましょう。お、そうか。負けてくれるか。いやー、これはどうもありがたい。さて
と。しかし、しかしじゃねえ。これを皆出してしまうと、あ、米代が足らんのじゃが。何です、米なんか毎日食ってるもんじゃありませんか。風流に殺そうという方がそんなことでどうなります。2日や3日、食べずとも人間は死ぬもんではありません。ああ、そうじゃった。ああ、そこもある。じゃあ。では、はい。いや。掘り出し物、掘り出し物。しかし、六兵衛さん。これは偽物じゃないか。ああ、固い証人じゃ。ああ、わかった。おい、静香さん。なんか用か。どこ行くんじゃ。帰るんじゃ。お帰りはこちら。うん、ああ、そうか。麦こぼしもらいに来たわ。ああ、昼間ありがとう。麦こぼしとてもうまかったよ。麦の匂いがプンとして、小さい時のこと思い出しちゃった。そう、うん、小さい時のことよりも胸がムカムカするわ。そいつは気の毒だね。どうしたんだい。だって、毎日毎日朝から晩まで麦こぼしばっかり食べてるんですもの。どう、このぐらい私の顔少し黄色くなるしね。どれどれ、見てやろう。まさか。でも今日は大丈夫だね。たんまりお金が入るから。うん、久しぶりで白いご飯がいただけるわ。こんばんは。あ、いらっしゃい。私、帰るの。そうですか。では、お茶でも入れましょうか。じゃあ、ごちそうになろうかな。あ、おはるさん、頼む。どうぞご勝手に。私、帰ろう。あ、おはるさん、あの、土瓶にあの、あ、むいこわし。レーザーさんの、バカ。たった一つしかないドアチの茶碗がただの三分、三分、三分、三分。どうじゃ、届いたら。じゃあお父さん、三分みんな使っちゃったの。心配するな、心配するな。万個の代まで伝わる我が家の家宝がただの三分じゃ。なーに、人間二日や三日食わずにいたって死ぬもんじゃない。安心しろ、安心しろ。お父さん。おお、嬉しいか。この気持ちよくわかるじゃろ。え、風流の道に生きる。また楽しいからずやじゃのう、ハル。お父さんのバカ。いかんじゃったか。お父さん、本当におバカさんね。またご飯が食べられないじゃないの。おはる、すまん、すまん、すまん。ねえ、先生。あ、あなた、案外美しいお声ね。いや、それほどでもないですよ。謙遜しなくてもいいわ。なかなか素質があるんですもの。そうですか。でも、私もしてたもんじゃないでしょ。私、これでも本職よ。いや、いや、お見されもしました。あ、おはるさん。じゃな、だいぶ悪いかな。どうもこりゃ節の手に負えませんな。え、お医者さんでも草津の湯でもと申すあれですよ。え、恋煩いですよ。恋煩い。お医者様でも草津の湯でも恋の病は治りやせぬとは、また粋な病であるの。はあ、世の家来とて多士再々よりどり勝手であるぞ。はあ、あの拙者は松だ。松は常磐の深緑、
拙者は杉浦。杉はしなよい立ち姿。拙者は檜山。檜笠なら黒髪に。拙者は椿。いやさ椿の花がよい。拙者は柳川。待っていましたその次は柳やなよなよ風次第。拙者は竹林。いやまだまだまだ一人。ぽっころ行きなら竹林。残念ながら、いずれを見ても二足三門ガラクタばかりで一つも本物ござんせ。よく言ったぞ家来ども勝手に行かぬももっともじゃ。ガラクタばかりじゃちりにくず。こいつはいつもの奥の手で掘り出し物と出かけようか。あ、いらっしゃいらっしゃい。これはこれは。ようこそ。どうぞ。今日は素晴らしい加納探幽がもらいます。はい。おお、探幽か。どれ、目利き出す。加納探幽か。しかし、これ六兵衛。先日その方で求めた雪舟は偽物であったぞ。いやどうも恐れ入ります。偽物もあのくらいよくできておりますと本物以上でございます。さもあろう。世でさえ目利き違いをいたしたほどであるからの。探幽か。あ、探幽。ほう、探幽の山水。これは素晴らしい。これは素晴らしい。下にも天下の名作じゃ。親父、とても手は出ん。手は出んが値はいかほどじゃ。50両。安い。安うございましょう。50両は安い。安いがちと足らんな。足らんとおっしゃいますといかほど。二部じゃ。そこはご贔屓のおなじみを持ちまして。違う、亭主勘違いをしてくれては困る。二部足らんのではない。二部しかないのじゃ。すまん。いやどうも冷やかしてすまんの。いや、これはどうも失礼いたしました。さあ、どうぞ、どうぞ。御前。誰でも良いものは欲しいもの。それが何といたした。あの御仁の熱心さには前にほとほと感じ入りました。風流に志すものはかくありたきもの。いかにもさようじゃの。御前、個人が陰徳を積む者はこれ名君なりと申しております。個人がさようなことを申したかの。故に。個人が。よしよし、これ主、この探幽求めて取らす。ありがとうございます。世ではない、あの御人にじゃ。志村さん。あんたにお殿様がこの探幽を買うてやろうとおっしゃるんじゃ。いえ、本当ですかいな。恋は偽物命取り。まかぜ恋かぜそよそよと吹いてぞ。我が身を恋ゆえに削る思いもかつおずし。そうよ身も世もあらばこそ花の色かに迷いじゃ。星にかんざし添えたとて酒のたる。心込めても米だわら。炭で炭屋はかしこまる。あら、レーザさん。なんだい。その傘どうしたの。ああ、おとみさんが忘れて行ったんだよ。それでそんなに嬉しそうに見てんの。妙なもんだね。この傘一つあると家の中はパッと明るくなるから不思議なもんだ。
なら私のうちにたくさんあっても。トミさんの傘だけがお気に召すのね。ふふ、焼いてるね。まあ、誰が？おはるさん。ちぇ。ふふふ。ああ、いいもんだね。コインの絵品傘、紅傘か。青い水玉、浮き心。お、この水玉は水じゃないか。だって、水玉が好きなのは浮気の性よ。レーザーさん、おとみさんが好きになったの？そうかもしれないな。浮気者。いいわよ。いいわ、いいわ。いいわよ。おとみさんが好きならいいわよ。何さ、こんな傘。おい。先生。は？今日は私の誕生日なの。皆さんもこうして来てくださったんだし、先生もぜひ来てくださいな。どうぞ。むさ苦しゅうございますが、さあ、好きな道はまた格別でのいや、ともそれでは。これが拙者多年の収集の骨董でございましてな。あ、おはる、おはる。はい。これならは静か御前が所持なしたる初音の鼓。うん、うん、いや結構なものじゃ。はいや、お褒めに預かりまして、身に余るしょ。さてこれならは熱森弥生と申しまする青葉の笛。いや結構なものじゃ。青葉の笛を知るや君。妻の嵐に散りゆきし、花もつぼみの美少年。おう、無冠の太陽、熱森。哀れゆかしき夢が富。うん、うん、本当に結構じゃ。さてさてさて、この茶碗、ちゃんちゃん茶碗と音も響く。ドーハチ茶碗は日本一じゃ。うん、ますます持って結構じゃ。見たか聞いたか聞いたか見たか、塗った薬の色といい、ツヤは色よし、あたいよし、腰の丸みの奥のよさ。うん、うん、本当に結構なものじゃ。さてさてさて、この茶碗、さても天下の一品じゃ。あの子は得がたい名作じゃ。ボタンにシャクヤク柳越し、桜に姫ゆり梅富士どころか、まだまだ褒めても褒めたらぬ。はあ、弱ったな。お、前もなんとかならんか。はい殿、それと察してこの前衛門、50両をかわいいあの子の父にあり、殿がめでたい床の花、移し植えたい中二立て。わ、わかった。
偉い偉いぞ偉いぞ名君に着卒なしとはよく言った。血潮が燃えるぞあの子に参った吉野に頼むぞこれ偉い。ともつわけでな、殿にはひどくお気に召されたのじゃ。女子としてこの上なき名誉でござると。どうじゃどうじゃ、差し出すでござろうの。せっかくですがいけません。何不承知と申されるか。何しろ一粒種でしてな。それに晴れには末は一緒と言い交わした殿子がお隣にござるてな。もういや、それは存じて、当方はそのようなことは存ぜぬことじゃ。たって不承知とあらば、お用立ていたした50両。ああ、なんじゃ、そんなことでござったか。いや、どうも当節の大名にしては少し出来すぎていると思ったが、お金は返します。何こ、ホイス。はい、50両は大金でござるぞ。いや、大切な骨董じゃが娘には帰らねえ。これを売り払ってもお金は返します。こんなガラクタがいくらになるか。よし、では明朝早速取りに参るぞ。おいでなさい。絵日傘は描いていても武士は武士、かつお節ではござらん。離婚は申し上げませんわ。ご心配あるな、遠山氏。おつむが励ますぞ。きしゃら、その公言を忘れるな。ん？大丈夫？あんなこと言って50両だなんて。ああ、大丈夫大丈夫。この単位を一本が50両じゃ。山と思えば山でなし、川と思えば川でなし、夢を描いた男優のそこが自分の技術じゃ。可愛い娘が帰られぬ、返すお金が50両。やっと馴染んだお前とも辛い別れが悲しいぞ。お父さん、かわいそうね。ん？うん。そうか。じゃあ今夜これと一杯飲んでお別れさせてくれるかい。うん、いいわ。山と思えば山でなしか。え、あの、これが偽物。これが偽物。六兵衛さん、冗談言っちゃいかんよ。いや、それがお気の毒なことで、後から偽物ということが知れましたので。偽物？あの、50両も出して、あの、これが本当に偽物か？ええ、偽物。偽物、偽物。いや、どうもお気の毒で、私としてももう気の悪いことでございます。そうか。いや、致し方ない。六兵衛さん、あの、いくらで引き取ってくれるかね。
どうも今としてはお値段の申し上げようがございませんので。いやいや、あの、かまん、言うてください。引き取ってほしいのじゃ。では3両。3両。楽兵衛さん、お前さん、間違ってませんかね。いやいや、5両と申したいところでございますが、この絵柄じゃ、まあ、3両ですな。なんじゃい、たった3両か。お待ちどうさん。ドアちゃんが十文と、あ、青葉の笛が二種。初音の鼓が9、山水の掛け軸か一部二種、あ、布袋の着物が26文で締めて8両2分。よくもまあこれだけガラクタを揃えたのに。それでも志村さん偉いもんですな。8両2分になりましたよ。8両2分。ええ、わしの長年の収集がただの8両2分か。ええ、素人としてはいいところですよ。そうやたらに掘り出し物されちゃ私たち上がったりですよ。そうじゃろ。いや、そこもある。まあまあ、そこは長年のおなじみがいに二部弾んで9両、前の単位と合わせて12両。ではお納めくださいまし。あの、この骨董。いやいや、とても持っちゃいけませんよ。後で荷車で取りに行きますよ。はい、ごめんよ。なっちゃって。すまん。あたしお目がけなんか死んだって嫌よね。すまん。お父さん。すまん。すまんの。すまん。藩には覚悟外交の切別なるものばかりであろうか。余が欲しいのは、かの名作であって50両という橋たれではないぞ。恐れ入り立てまつ。立てまってばかりとも何もならない。恐れ入り立てまつ。バカ者、もし50両返却されたら何とする。えい、皆者。
この上は腕相撲でも連れてまいれ。おい、待て待て。うん、わしも行こう。さてさてさて、このちゃん、腰の丸みのほどの良さ、これが偽物かな。しようかな。私いくら考えたってお見かけなんかに行くの嫌よ。うん、もっともじゃ。じゃあ行かなくてもいいの？うん、うん、いや絶対。あ、お父さんしっかりしてよ。もっとも、もっともじゃ。もっともじゃ、もっともじゃ、わかんないじゃないの、お父さん。もっともじゃ。お父さん嫌い。もっとも、もっともじゃ。これが偽物かな。お父さん。あ、4人でしょ。ああ、4人。わかる。4人でしょ。いや、もうそれより他に仕方がない、はあ、みんなわしが悪かったんじゃ。いつも目が覚めるのは手遅れになってからと決まっておるわい。僕はおしゃれな殿様、君は可愛い乙女、素敵な青春の花束をあげましょう。家来もついてこい、なんて楽しい青空。へいへいへい、どこまでもついて行きましょう。まあ、お父様、あなたはそんな卑怯なことをなされたのですか。まあそういうな、これもそなたが愛しいゆえじゃ。いいえ、藤尾も武士の娘、あなたの娘でございます。そんな卑怯な手段をしてまでも霊蔵様をあの人から奪い取ろうとは思いません。しかしそなたがお医者様でも草津の湯でもではの。いいえ、もう病気なんか治りました。すぐ参りましょう。今ならまだ間に合うかもしれません。これ、お父様、これ早く早くお支度を。そんな無理をしては。これすからかんのから財布、あるのはガラクタ骨董品、夜逃げをするなら今のうち、娘を手伝えしたくしな。お父さんったら、え、こんな時に笑ったりして私悲しいわ。ああ、もっとももっとも、もっともじゃ。別れておいでよあの人へ、お前の心を察しては、鼻水垂らしてわしも泣く。あ、お待ち。いいかい、もし浪人の娘が来たらね、冷蔵さんはおいでですが、あなたには会いたくないとおっしゃってますんで。そんなかわいそうなこと言えませんよ。おだまり。
そしてね、ゆくゆくは川屋の婿養子に決まったって言うのよ。そりゃ嫌ですよ。それじゃあ私は敵役じゃありませんか。でも私が頼むからさ、ね、三吉。それがその、あなたに会いたくないとおっしゃるんで。まあ、本当ですか。らしいようですな。ひょっとしたら私、これでお別れになるかもしれないんです。それがその、先生はうちのお嬢さんの婿養子にお決まりとかで。本当ですか。ええ、らしいようで。そうですか。お邪魔しました。ええ、すみません。諦めたぞ。おい、早く逃げろ。おい、逃げろ。おい、逃げろ。おい、
んすまん。知らなかった。富山おじ。ああ、いや、すまんすまん。いや、あの、こちらこそすまん。あの、例の50両できんのじゃ。いやいや、申し訳ない、申し訳ない。こちらこそ申し訳ない。いやいや、すまん、いや、すまん。なんとも申し訳ない。どうぞ、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 どうぞ。もうしばらくお待ちください。帰ろう、帰ろう。な。香川屋の用心でも、どこにでも好きなところ行ってらっしゃいよ。どこへ向きゃしないよ。わしの好きなは、おはるさん一人。さつき。おはるさん。ねえ、喉は渇いたんだけど、お茶入れてくれない？大嫌い！言わないでよ。言わないでってば。あっち行って。あっち行って。あんた。笠原の娘なんか嫌いなんでしょ。夕逃げする女なんか嫌いなんでしょ。バカ。あ、六兵衛さん。あ？茶でも飲まんかね。むいこがしがあるで、むいこがしが。何を言うとるのじゃ。違う違う、この上恥をかかしてくれな。じゃ、文久の茶入れじゃ。その昔伊達政宗公は一国に帰ってでもと書をなされた古今の名記事に。この嘘つき、こんなものがなくたで、このバカ者め、日本一の名記事。いや違う違う、名記事や。違う。お前、50両ぐらいにはなるかね。50両や100両、いやいや、1000両や2000両の品物と違う。本物かね。本物だ。1万両の本物だ。1万両。今度は間違いではなかろうな。本当だ。そうか。1万両、1万両、1万両。おい、みんな聞いたか。おはる喜び、わしは1万両の壺を持っていたのじゃ。むいこわしの壺が1万両。1両5万で1万枚じゃ。わしは1万両の大金持ちになったのじゃ。じゃあ、4人しなくても済むじゃ。当たり前じゃ。例の50両返しても、それ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 、9950両のゴルバイ。なんじゃ、ダメそう。わしはもっともっと立派な豪勢な別荘を建ててみせるぞ。もう笠原なんかやめちゃえ。本当？ああ、本当じゃ。たま六兵衛さん、本当じゃと言ってくれ、言ってくれ。本当じゃと言ってくれ。本当じゃい。レイダさん、レイダさん、レイダさん、あの壺が一番量になったんですって。私たちも大金持ちよ。お父さんはあの別荘にもっと大きな別荘を建てるんですって。私もお富さんに負けないわ。おはるさん、それは結構だね。嬉しい？え、そう。レイダさん、わしは金持ちは嫌いだ。ことに成り上がりの金持ちはなお嫌いだ。おはるさん、お前さんは金持ちを好きな人と一緒になりなさい。わしは引っ越しだ。レイダさん、うるさい。お父さん。怒っちゃいよ、お父さん。ねえ、お願い。諦めて、諦めてな。もう音を奏でば土かのよ。道に落とせば
偉いぞ。娘で貸した金よりも胸の真珠を掘り出した。おはずさん、私が悪かったわ、ごめんなさいね。花の心は花が散る、なんて可憐な愛の露、私は今日からお友達、あなた本当に素晴らしい。いいえ、おとみさん、でかしたぞ、親の欲目じゃないけれど、わしにお前はできすぎじゃ、たった一つの宝じゃよ。おはるさん、嬉しいよ。暗い浮世も二人なら、なんであたしがいいと言いましょう。好きな仲なら二人なら、つらい浮世も何のその。